行います。3つのバトルで2チームが対決、最終的に勝ったチームはレベルが10アップでございます。やったぜ。ただし負けた方は10ダウンしますから、頑張ってください、頑張ってください。さあ、それでは2期生チームを代表して橋本、はい、意気込みの方お願いします。はい、顔面レベルはあんたに負けるかもしれないけど、バラエティ力は負けないぞ。いいぞ。ちょっと聞き取れなかった部分もありましたけど、さあ、続いて2期生アンダーチームの代表篠原、はい、意気込みをお願いします。篠原なりに気合いが入っておりますね。素晴らしいですね。さあ、ということで皆さん本気で頑張ってください。それではレベル争奪戦スタートです。さあ、緊急クエスト最初はこちら。さあ、王冠サバイバー。さあ、王冠サバイバー、はい、ルールを説明いたしましょう。今から皆さんにお題を出します。そしてですね、挙手でどんどん挑戦してもらって、結果を出したメンバーには久保さんが持っているこちら王冠ですね、これをかぶっていただきます。そして王冠をかぶったメンバーより結果をさらにまた出せば、王冠は次の人の頭上にどんどん入れ替わっておりますいきます。それで最終的に王冠をかぶっていたメンバーがいるチームが勝利となりますので、頑張ってください。はい、それでは参りましょうか。はいよ。はい、お題発表します。最初のお題はこちら。メンバーのどうでもいい話。難しい。さあ、こちらはですね、自分以外のメンバーのどうでもいい話を披露してください。もうこれはあの2期生でも2期生アンダーでもどっちの話でもいいんですよね。そう、自分以外の。なるほど。ただしですね、面白かったり興味深いなっていう話の場合は NG になります。はい、逆にダメです。面白い話ちょうどいいラインを攻めてください。はい、そうです。判定は久保さんが行います。そうです、お願いしますね。さあ、どうでもいい話、皆さん考えてください。それでは参りましょう。メンバーのどうでもいい話をしたい人。はい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 。よし、ごめんね、こっち見てたから。最初白石だな。じゃあ白石、じゃあ白石さん、はい、一歩前で。それでは白石のメンバーのどうでもいい話お願いします。今日高橋美美ちゃんは朝ごはん食べてないらしいです。どうでもいいです。どうでもいい。王冠あげちゃう。あ、違う、あげちゃう。まあね、まだ1人目ですからね。はい、さあ、続いてどうでもいい話したいと。ああ、早かった、橋本早いな。はい、それでは橋本、どうでもいい話お願いします。さっき、ゆめがチョコレートを食べようとしたときにチョコレート落としてました。落としたの？お返しください、これ。さあ、移動でございます。はい、橋本に王冠が渡りました。さあ、頑張ってくださいよ。さあ、行きましょう。他にいいですよ、いいラインです、みんな。どうでもいい話したいと。はいはい。さあ、じゃあ、岡村。はい。さあ、岡村。はい。岡村のどうでもいい話、お願いします。いつも前髪で隠してるんですけど、うん、篠原希ちゃん、ここにほくろがあります。お客さん興味深そうな感じしてるけど、知らなかった、知らなかったでしょ、うん、お帰りください。さあ、王冠当たらず、他に話したい人。あ、ほんと、おーっと、あるね。ほら、ここほら話広がるもん。これみんな興味持っちゃうから。興味深いもん。いいの、大場がチョコレート落としたぐらいの話がいいのよ。はい、他にある人。はい。さあ、あ、今早かったのは高橋か。はい。はい、じゃあ高橋、メンバーのどうでもいい話をお願いします。さっきシーマナの携帯見たら、うん、充電が 67% でした。これは王冠高橋移動。やったー。67は微妙だもんね。素晴らしいですね。どうでもいい。さあ、他にあるか。あ、じゃあ山本行くか。はい、はい、山本、メンバーのどうでもいい話お願いします。ライブ中に橋本桃子が休憩中に扇風機に当たってました。これはどうだ、久保さん、判定は。あ、そうですか。行動を言っただけだからな。もう一つね、欲しいかな。じゃあ大場行くか。大場、じゃあ大場、メンバーのどうでもいい話をお願いします。
さっきももこが靴下履いてました。扇風機浴びたり靴下大場に移動しました。さあ2期生の方に王冠が移動しました。アンダーどうだ、アンダーはい、はい、あーじゃあ奥村行く、はいはい、じゃあ奥村、メンバーのどうでもいい話お願いします。アンダーの岡村と奥村、うん、一文字違いです。どうだろ どう今狙いに行った感じありましたけ どボケに行った感じありましたけど、さあ久保さん判定はステイ、今のところまだ大場でございます。じゃあもう一回判断いくか、木崎。さあ残り3回でございます。じゃあ木崎、はい、はい、木崎メンバーのどうでもいい話お願いします。はい、多分なんですけど、大場は最近のマイブームポニーテールだと思います。それは違う、あのいいですか、うん、あのどうでもいい話です、予想の話やめてください。多分ですけど、さあ、二期生死守するか、もういる、ハタ行くか、ハタ手を挙げてなかった。あの、ハタは本当にどうでもいい話ですけど、ハタだけね、レベル書き忘れてるんですよ。そう、本当だハタだけレベル書き忘れてるんですよ。内緒だったんで。内緒なんですか。じゃあ、ハタじゃあ行きましょう、何でもいいんだよ。さあ、それではハタの、メンバーのどうでもいい話お願いします。あのですね、うん、栗田さんが、うん、夜行性で、うん、お帰りください。夜行生物、それは全然普通じゃん。いや普通ではないんですよ。アンダー取り返せるぞこれ。篠原行くか。じゃあ篠原、メンバーのどうでもいい話お願いします。と奥村ゆきちゃんがさっき全然髪型を決まってなくてうろちょろしてました。どこうろちょろってな、ちょっと興味がある。うろちょろね。篠原お帰りください。さあ、ということで、今のどうでもいい話は2期生大場が冠を守りました。なかなかどうでもいい話は難しいか。ね、ただ髪型が決まらないのを言ってしまっただけですね。どうでもいいかなと思って。ひどい。さあ、このまま参りましょう。続いてお題はこちら。はいよ、刀で切られた演技。よさあ、久保さんが持ってる刀ですね、こちら時代劇の設定です。久保さんが覚悟って言って、その出てきたメンバーに刀をこうね、ザクッとこう振り下ろします。はい、でそしてメンバーは刀で切られた時の演技の方をお願いします。そうですね、もう構いません。切られて演技でもいいですし、切られた後の一言でも構いません。一言とかね、そういうのがね、またね、どんどん王冠を奪っていってください。はい、それではやりたいと。はい、早いな、白石飛び跳ねすぎだよ。水を得た。怖い。じゃあ真ん中来てください。久保さんが覚悟と言った後ですね。それでは参りましょう、白石の刀。いや、いいの大丈夫、マイクなくていける。いくよ、マイクいるよ。ここに置いといて。ライバルを使うか、これ敵だぞ。橋本マイク外せるかもしれないぞ。それでは行きましょう、刀で切られた演技、白石お願いします。覚悟。サク、どうした、ここにモムに入ってた。なんつったの。全然聞こえない。全然聞こえないし、マイクも追えない。橋本難しかった。うん、よかったですよ。あのちっちゃい声でここにお守り入ってたから。白石は自分のやつが面白すぎて笑い出すのやめてください。さあ、これは全然ね、皆さんに伝えてから、うん、ね。さあ、他にやりたい人はいませんか。返して。やりたい人はいるか。温度のチャンスや。じゃあ高橋行こう。それでは参りましょう。高橋は切られた時の演技お願いします。いやーたたたた覚悟ザクワ。そなたは美しい。なんで。どういうことないの。誰に言ったの。久保さんに言ったの。そなたは美しい。いいでしょ、褒められて悪い気がしません。やりましょう。王冠移動。いいぞ、高橋やった。そなたは美しい。これ2期生取り返さないとダメだぞ。さあ、やりたいぞ。はい、じゃあ行け、
橋本。はい。さあ、それでは橋本の刀で切られた演技お願いします。えっ、えっ、えっ、覚悟ザコ二度言った。やったー。遅い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 。いいでしょ、あげましょう。やったー。どうしよう、橋本の二度見はいいですからね。最高。いいですよ、刀を。皆さん、やってテンション高くなってるかもしれないですけど、刀は返してくださいね。刀はね、持って帰らないでください。さあ、ハンドはいけるかどうか。はい、奥村行け。さあ、それでは奥村の刀で切られた時の演技お願いします。行くぞ、覚悟。うわっ、くっか。目が、目が目切ってないのよ。あれね、ラプターのね、あげましょう。来たね。あれ、だいたい光で、ね、見えなくなって目がっていうのがね、切られて目がね。はい、ジブリよろしくでございます。さあ、他に刀返せ、刀刀返せ。ごめんなさい。さあ、他に、はい、山本行け。さあ、山本の刀に切られた時の演技お願いします。えっ、えっ、覚悟さあ、いや、かきんじゃない。あれ、このパターンもあった。やられずに切り返した。さあ、2期生に冠がチェンジ。さあ、いいですよ。アンダー、よし、やりたいのか。いや、他の人にしよう。岡村、岡村。はい。さあ、岡村の刀で切られた時の演技お願いします。へっ、やっ、やっ、覚悟くわっと見せかけて、バーン。あげましょう。やばいやばい、待って待って、やばい、どんどんやれ、どんどん。町田、町田いける。刀返して、刀返して、刀返して、いけるいける。今チャンス、今チャンス。それでは、町田の刀で切られた時の演技お願いします。覚悟ザク、落ち武者。かわいい、かわいい、落ち武者。落ち武者史上一番かわいい。あげましょう。さあ、チェンジさん、2期生に冠が渡ったぞ。アンダー、どうだ。さあ、ラスイチ、ラスイチ、キザキ行くか。いけるか。頑張れ、チンちゃん。さあ、キザキの刀で切られた時の演技お願いします。えい、えい、えい、覚悟ザク。オーマイゲッティ。オーマイゲッティ。オーマイゲッティ。出た。はい、ということで、ニュースアンダーに移動。さあ、終了。ということで、王冠をかぶってる木崎がいる2期生アンダーの勝利。オーマイゲッティ、行きました。さあ、ということで、この勝負は、最後に取ったのが勝ちでございます。そうそうそう、2期生アンダーでございます。じゃあ、2期生アンダーの勝利ですね。まだまだね、この勝利はね、この勝負はまだ1回勝利と。まだ10は、渡したね。まだまだございますから、この後の対決もありますから、気合い入れてくださいね、皆さんね。はい。さあ、ということで、ここでショールームご覧の皆さんとコミュニケーションタイムでございます。まずは2期生チームからです。はい、みんなでやる。さあ、6人全員でやっていただきます。すげえ、なかなかないよ。なかなかないでございます。さあ、行きましょう。コミュニケーションタイムスタート。じゃあ、何じゃあコメント読みます。ごめん、指紋がほのちゃんマジかわいいって。やったー、ありがとう。お疲れさんって。どうでしたか皆さん、二度見好きよって。ありがとう。二度見本当に好き。ありがとう。みーちゃんハートハートハート。ほのの落ち武者かわいすぎたって。ね、ほのかわいかったの。落ち武者めっちゃ濃いよね。二度見なんでここでやんなきゃいけないの。二度見なんでここでやんなきゃいけないのよ。3、5、2、1。もう本当にこれ封印してるんで、幸せ読めなかったっけ。幸せ読めなかったっけ。やめてもらっていいでしょ。幸せ読めなかったって。幸せ、悲しい。そんなこと言わないで。そんなこと言わないでください。他は、みんな投げ中してって。せーの、うなじも置いた。さあ、お帰りくださいませ。皆様、はい、投げ中いいね、見てる人ね。はいはい、あ、田中さん、普通のおじさんに戻ってください。いいね、見てる人ね。お願いしますね。
さあ、いきますよ。続いての緊急クエストはこちら。お、はい、しゃがんでしゃがんで。この音嫌だ。これはさっき出たのね。さっきのね。さあ、これですね。あっちみサバイバー。やったー。さあ、ルール説明を。はい、今から両チームには1人1個ずつ、全部で10個の空き缶をこう積み上げてもらいます。そして空き缶にはいろんな文字が書かれてるんですが、はい、上から読んで、大人サバイバー絶賛発売中という上から読めるように積み上げてください。はい、はい、そして先に、正確に空き缶を積み上げた方の勝利です。はい、ということでございます。読んだ時に読めなくても失敗ですし、倒れてしまっても失敗でございます。はい、はい、さらにですね、 BGM に大人サバイバーが流れます。はいはい、サビの部分になったその場でサビの振りを皆さん踊ってください。はい、はい、その間は決して缶を積み上げたらダメです。もう、うん、踊りの振動で倒れてしまってもアウトなんですね。また、うん、また最初から積み上げなきゃいけないので、ただ踊りは皆さん完璧にやって皆さんに見せてあげてください。大人サバイバー聞きたいですから、うん、お願いします。まだまだ聞きたい。みんな落ち着いて聞いてください。落ち着いてね、声の振動でね。さあ、それでは参りましょう。缶詰みサバイバースタート。頑張れ頑張れ。大人サバイバー絶賛発売中になるようにしてください。発売大人サバイバー絶賛発売中になるようにお願いします。なんか見せ物がある。間違いない。なんて書いてんだ。なんかちょっと見せ見せ。初が違う字。もう高瀬、もう頑張れ頑張れ。全然違う。高倉が入ってる。頑張れ、やばい、頑張れ、頑張れ。もっと探して、中から探して、方に探して、篠原あったんじゃない。篠原あった。はい、置いて置いて。はい、続いて木崎。これやれ。待って、ない、全然ない、誰全然ないよ。さあ、橋本頑張れ。橋本頑張れ。違う弱い。探せ、発売中、探せ、発売中、両手で、もう両手で探して、マイクあればいい。マイク渡して。絶賛の3だよ。絶賛の3だね、木崎はね。絶対の絶対。アンダー早いぞ。いいね。足元ない、ないことはないよ。もっと下に、もっと下にあるぞ。アンダー、やっと来た。じゃあ山本、取り合いだ。これ行った。いいよ。お、並んだ。さあ、町田あるか。さあ頑張れ。こっちは何だ。頑張れ、週間の。もうすぐ旅でございますよ。あー、どうぞ。最初から一人ずつまた戻さなきゃいけない。さあ、一人ずつ戻すよ。旅行くぞ。さあ2期生がリード。待って2期生リード。さあ、乗っけて追いついて。フォアまで行ったさあ、皆さん応援してあげてください。応援をよろしく。さあ、いや、カゴの取り合いやる。カゴの取り合い。やばい。クリタどう。頑張れ。
オッケーだな。振動に技を。さあ奥村。いけるか。いやドタドタ走ったらダメよ。怖いよ。もうすぐサビだよ。もうすぐサビ。まだだよ。サビまだだよ。サビまだだよ。さあ、おお行ってる行ってる。これは怖い。さあ2期生有利でございます。さあサビ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 。サバイバさあ2期生まだチャンスある。待ち待ち、だいけ待ち、だいける、どんどんいけ。もう何で暴れるの。まだいける、まだチャンスはある。1回立ってたから、その辺に転がってるから、すぐ乗せよう。よし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 。さあ2期生アンダーはゆっくりと積み上げて、一番疲れてるのは久保さんでございます。さあちゃんと頑張るのんちゃん。さあさあ、でも並んだ、並びました、並びました、崩れたけど並びました。さあまた出てくるか、ドッスンが出てくるか。さあ本当に床が揺れてるから、お前がこう、すごい床抜けるから。さあ成功したぜ。2期生、これ以上いくか。頑張りたい。サビサビだぞ。ドッスンが守りながらのサバイバー。どんな時も夢見ろ。ちゃんと動けよ、ちゃんと動けよ。手伸ばして、手伸ばして、ちゃんと質問。さあもうちょいやるね。山本ゆっくり、おお行ってる、ギリ大丈夫、ギリ大丈夫。バーの形がいびつで、さあバーはさっき久保さんが踏みつぶしましたね。くしゃくしゃ、いいよ。さあ並んだ山本が手を離せるかどうかだね。さあ、そうこうしてる間にサビが近づいてきます。さあ、次のサビで終了です。皆さん、最後崩さないように。これ乗らないだろう。あっち曲がってるよ。これ乗らないね。もうすぐサビが近づいてきます。さあ、次が最後でございます。じゃあどっかでステイしてて相手が来てるのは、まあ、これ特別許してあげるわ、うん、サビくれ、サビくれよ。すごいすごい、ドッスン踊って踊らないで、白石踊れ、白石ダンスダンスしないとダメだ、ダンスしないとダメだ、みんなダンスしてるの、白石。ダンソンやってる、ダンソンをやってる。さあ終了ということで勝者2期生。さあ久保さん一番汗かいてる。この汗なんだよ、ね、めちゃくちゃだね。ということで、今のところさっきのと合わせた1対1の対決になっております。最後にかかっておるんです。まだまだあります、対決は最後です。さあということで久保さん、カンペをちゃんと読んで、さあみんなここでショールームの皆さん、皆さんとコミュニケーションタイム。なんかしたい。それでは2期生アンダーの皆さん一緒でございます。じゃあお願いします。はい、じゃあお片付け。はい、ラストアイドル2期生アンダーです。お願いします。はい、イエーイ。4で4
で読んで。よろしく。ポンコツ。久保さんのせいって言われてまーす。ほんまやー。どういうこっちゃ、どういうこっちゃ。ほんまや。わー。レアやな、6人で。そう、ありがとう。みんな手振っとこう。イエーイ。6人でーす。わかってるよ。わかってますね。ごめんなさい。ほんまや。いっぱい呼ばれて、みんな名前しか言わない。ねいせーのでちゅイエーイ盛り上がんなかったけど大丈夫みんなが言ってくれないからもう一回もう一回いせーのでちゅ、ね、だから言ってくれありがとうございますお気遣いをあはい終了でございま す, います戻ってきてください。久保さん含め戻ってきてくださいさあということで、ニキセアンダーの注文見れましたしね、はい、よかったです。はい、久保さん回復しましたか？はい、うん、してないな全然大丈夫です。はい、がもうさあそれでは参りましょう、うん、緊急クエスト最後でございます、うん、最後はこちら、はい、サビドンサバイバー、さあルールを説明しましょう。ラスアイの楽曲のサビの部分が一瞬だけ流れます、そして何の曲か分かった人はこちらね中央にあるピンのマイクこちらを奪ってお答えください。見事正解した場合は正解のサビドン、さあ山本答えは何だ。ドリポップ。さあということでみんなでみんなで二期生で歌ってください。それではロリポップお願いします。これ良かったですね。アンダーに取られなくて良かったですね、これね。こういうこともあります。いいですか、頑張ってください。さあ行きましょう。まだ参りましょう。続いて第2問でございます。ラストアイドルのサビドン。さあ、何ですか？これお客さんは分からないか。分かんない。当てずっぽでもいいよ。もう一回行こう。ラストアイドルのサビドン。これむず。むず。本当にサビこれ一文字。わかります。いや、俺わからないよ。わかります。いや、メンバーがわからない。でも、お客さんはわかる人いるんだよ。わかる人とかね。何回も聞いてる。ちょい長く、ちょっと長く、さあ、チャンスです。ラスアイのサビドン。いったー。誰だ誰だ、誰が答える、誰が答える。みんなで答えたらもう回答権なくなるぞ。いいか、行くぞ。せーので行くか。せーの、サビドンだぜ。正解。さあ、ということでサビマル作戦お願いします。Bye.
二期生アンダー1ポイント獲得。みんなでわーっていうのはすごくいいことなんですけど、うん、はい、あの篠原と木崎は多分分かってなかったです。分かってない人いた。わーって言った瞬間2人が。さあ1対1いい勝負になってまいりました。それでは続いての問題です。野菜のサビドン、これはいった。さあ白石、白石が早い。白石答えをどうぞ。タイトルが出てこないか。いつかキスするその日が来ても。正解。ではアンダー前出て。アンダーすごい。ではアンダー、こちらのサビをお願いします。獲得して、アンダーが2ポイント、2対1ですね。旗分かってたか。分かってましたね。惜しいな。ね、さあ、あと2問でございます。今のところアンダーが2ポイント、2期生が1ポイント。アンダー有利でございます。それでは続いての問題参りましょう。ラスアイのサビドン。怪我はやめてください。怪我はやめてください。全然集団行動みたいにいかない。全然。ぶつかっ、あんなに集団行動やってたんだ。あのすいません、うん、結果誰が取ったかだけ教えて。誰取った人、取った人。奥村、奥村。じゃあ奥村行きましょう。答えをどうぞ。いや、すごい。やってないよ。本気じゃない。いや、全然全然。答え言ってない。待って待って待って。答えてからピンポン組んでお願いします。ありがたいです。はい。じゃあ奥村、答えをどうぞ。ラブドッチ。正解。さあということで2期生アンダーでサビの部分お願いします。どうぞ。ということで今のところ3対1でアンダーが勝っております。ラスト問題でございます。え、3対1アンダー勝ってたらだってもう意味ないじゃないですか、うん、もう無理かな。これだって意味ないじゃないですか。ポイントね、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 ポイントね。ただではね、そんなね、お願いしないけどね。本当にお願いしてますか。はい、わかりました。じゃあ、あ、1ポイントのまんますか。すいません、ごめんなさい。なんでですか。私にそんなに権利はなかったみたいです。権利はなかった。うん、1ポイントのまんまです。1ポイントのまんま。ただラスト1問取ったら気持ちよく帰ります。さあ行きましょう。最後こうね、最後取ろうよ2期生。だからここは最後何ポイントでも関係なかったじゃないですかって言わせるように、うん、アンダー取んなきゃいけません。そういうこと。アンダー頑張ってください。やる気ありますね。クラウチングスタート。みんなクラウチングスタート。いいですか。このままの方が2期生も負けてられませんよ、うん、最後の1問取って。町田、俺に怒んないでくれ。逆転ないのか。怒ってないです。怒ってないです。すいません、まだ怖いんです。ごめんなさい。怖いんかい。さあラスト1問でございます。はい、それではラスアイのサビドン。いや崩れ落ちちゃったよ。どうだ、あ、クリタいけるか。行くか、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 行けるよ。さあクリタ答えをどうぞ。君のアチュー。さあ、じゃあ肉声準備して。肉声準備、準備して歌おう。すごい。それでは2期生でこちらのサビお願いします。
りた奇跡を起こしました。クリタすごいよ。持ってるな。持ってる。ということでサビドン勝利は二期生アンダー。持ってるんだけどね。起きませました。すごく良かったんですよ。すごい良かった最後、ね、なんか分かんないですけど最後勝ったんじゃないかみたいな雰囲気で、でもアンダーの勝利でございました。さあということで、はい、ここでショールームご覧の皆さんとコミュニケーションタイムです。バトル終わりましたんで全員でやりましょう。全員で、じゃああちらのカメラに12人全員でお願いします。みんなのあれは見れるのかな。さあじゃあ座って前は、そう前座、そうそうそう、ギュッとギュッと何列かになってギュッと行きましょう。コミュニケーションタイムスタート。じゃあね、みんな、みんないるから、みんないるから、あ、間違えた、みんないるからランキングをね、読んでいきたいと思います。いいですね。じゃあ5位から、はい、行きます。5位ハッピーさん。ハッピーさん、ハッピーハッピー、めでたい。そして4位ゴヤ、ありがとう。ゴヤさん。そして3位ピンポー、ピンポーじゃーくんさん、ありがとう。英語？違う。あ、竹林さん、ありがとうございます。そして1位がパンドットコムさんです。ありがとうございます。はい、じゃあコメント読んでいきますか。はい、すごいな、12人。はい、終了でございます。12人で投げキス、投げキス。うわー、さあお戻りくださいませ。12人の投げキスっていいよね、おじさん。すごかった、迫力があった、おじさん。やばいやばい、やめてください。はいはい、さあ参りますよ、最後でございます。はい、最後はこちら。はい、しゃがんで皆さん、はい、避ける避ける。緊急クエスト結果発表。さあじゃあ皆さん立っていただいて、さあそれでは何ですか、栗田さん。嫌です。いや、わかりませんよ。最後の栗田は奇跡があるからね。あ、じゃあ、さあ、高倉さん、参りましょう。はい、緊急クエストはですね、2期生チーム、1勝、2期生アンダーチーム2勝。ということで、2期生アンダーチームの勝利。うん、勝利チームは15レベルアップ。ドスン。いや、町田なんで喜んでるんですか。町田、町田さん下がってますよ。町田中、下がっても14、下がっても14。いや、イメージじゃない。ただ、篠原一気に16になりましたし、2期生アンダーはそんなにね、2期生出場してないけど、もう 10代になりました、皆さん。やったー、はい、山本さんレベルが2になりました。2になりました。あんなにね、頑張ってたのにね、残念です。まあ今後ね、おかしいですか。じゃあ今後頑張ってまた取り返しましょうね。またね、もしかしたら特別版の時こういう企画あるかもしれませんので、100ポイントアップかもしれませんよ。いろいろあるかもしれません。さあエンディングとなりました、うん、さあ最後まで見ていただきましょう。今日ね、配信で見ている方は2部だけ見ていただきましたけど、1部2部とお客様は見ていただきましたから、はいはいはい、橋本、うん、いかがでした。どうだった今日。今日のまさか負けるなんて、本当に顔面偏差値も負けてるけど、バラエティ力も負けちゃったんだなって、私はもうショックです。卑屈になりすぎだよ。そんなことない、そんなことないよ。橋本、橋本泣くのは山本の仕事だから。あ、そうか、そうか、そうか、ケロッとしてる。泣きません、泣きませんね、ケロッとしてる。いや、真顔なんだよな、泣かなくて。さあ、ということで、さあ、アンダーは10上がりましたけど、いかがでした、篠原。はい、まさかの10アップで、ちょっと私個人的に言うと、あの前も1ポイント負けてて、5はあの M ステだったんで、あの全部あのラッキーポイントみたいな。ほぼラッキーポイントでね、上がってますね。そうですよね。でも、あの大事かなということで、サブリミナルも分からなかったですね。はい、ちょっと来週お願いします。はい、ということで次回は来週6月24日月曜日、はい、通常の2期配をお届けします。さらに観覧してくださる皆様も募集中です。詳しくはラスアイの公式モバイルをご覧ください。お願いします。はい、ということで、はいはい、最後はこちらの曲でお別れしましょう。
それでは曲振りは最後ミラクルやったクリタではなく篠原で、勝った方がねやっぱりねやった方がいいですね。謝っても嫌です。さあじゃあ最後ね準備の方お願いします。準備の方お願いします、はい、さあ準備できたら曲振りお願いしますね。はい、それでは最後聴いてください。眩しすぎる流れ星。皆さん最後盛り上がっていきましょう。
元からお知らせがあります。はいはい、はい、7月20日のイベント。なになに、えんべんちゃん、そして小田中みのり、そして永井ほのかの卒業イベントが開催されます。場所は T スタジオです。はい、はい、皆さんね、ぜひ遊びに来てくださったらと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。また来週お会いしましょう。せーの、にぎらーい。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。番組の方は終了しました。素晴らしかったです。ありがとう。